まさかの、まさかの、まさかの深澤さん。はい。ありがとうございます。はい。いやー、ツータップね。今回はキャサリンではなく、鷲津さんでございます。どうすか？ブログやってます？ブログやってるのかな？やってないんじゃないのかな？ブログやりましょう。はい。わかんなかったら聞いてください。はい。ブログも徹底的にやってください。まあいいんですけど、やらなくても。やらなくても僕の人生ではないですから。僕はサポートはしますけど、僕の人生ではないので、やるやらないは自由です。はい。ただ、やるんだったらサポートはします。はい。やらないんだったら、僕はどうしようもならないです。うん。まあ今回ね、デラックス版買っていただいたんですけれども、やっぱね、まあ一点集中かなっていうところですね。はい。まあブックメーカーに関しても、もうすでにね、触られてるので、ある程度ルールだったりとかこうはできると思いますんで、鷲津さん本当勝ちまくってるんで、まあブックメーカーっていう新しいその収入源、いろんな、まあ収入の柱はあった方がいいと思いますし、別に、ね、ブログだけ、でもブログ、だけに集中したとしてもなかなか収益がこれ発生しづらい部分があるんで、ね、それをやりつつ同時並行でブックメイクもやるっていうのは一つの、まあ、悪いことではないですけれども、ただ、なんだブックメーカーに関してもやっぱなんだ中途半端では手法はものにできないので、中途半端では手法はものにできないんで、やるんだったらやると決めて徹底的にやってほしいなと思います。やると決めたんだったら徹底的にやっていただきたいなと思います。まあ、あとはですね、分かんないことあれば、鷲津さんの、ブックメーカーに関しては鷲津さんとかのサポートをめちゃめちゃやってくれてますんで、そちら活用していただければなと。あとは、その配信サービスもね、やってますんで、まあ、今回無料でね、1ヶ月ですけどお試しつけてますんで、それも絡めれば、まあ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 って感じですね。うん、まあ、あとはもう、信じて、どれだけできるのかが全てかなと思います。中途半端では 100% 稼げないですから。中途半端じゃ全部お金を払い続けるだけでノウハウを買い漁って終わりという人生になっちゃいますから、もう残された時間は少ないです。頑張りましょう。僕も残された時間少ないと思っていろんな、今回北海道も他の人がやらないであろう企画っていうのをやって、まあ、今後も40歳まではいろんなその企画して人がやらないことをどんどんやってチャレンジしていきたいなと。なぜならば明日死ぬかもしれないし、まあ、気がついたら僕も36のおっさんですから、あと4年で40ですから、もう時間は戻ってこないんで、振りちぎると頑張っていきましょう。はい、ではですね、メールの方で詳細の方記載しているのでご確認ください。ありがとうございました。